えー、47歳の男です。コロナで全て失ってしまいました。はあかっこ、仕事、お金、心、母親、妻、娘。娘さんもコロナで亡くなったんですか、えー、趣味のゲーム、映画、旅行と好きなことをたくさんして忙しくしましたが、断るごとにつらく嫌な思いが浮かんできてしまいます。弁護士に相談したり、心療内科に通院したり、薬も共通で一年以上何度かできました。嫌な思いを変えながら生きるのも辛いですが、死ぬ勇気もありません。相談する人も誰もいなくて孤立しちゃいます。どうすればいいでしょうか助けてください。えっと、ゲームやればいいんじゃないの 趣味のゲーム、映画って、まあ旅行は今多分難しいかもしれないんで、ひたすら趣味のゲームと映画に没頭してください。あの、ネットフリックスにある映画を片っ端から見続けてると、気がつくとものすごい時間だってますよ。なので、あの、もうすべてを失ってるのであれば働く必要もないので、生活保護をもらってネットフリックスび、ネットフリックスビタリの生活をすればいいんじゃないかなと思いますけど。音ブツブツなってる。あ、マジですかすいません。